はい、どうも。久しぶりです。2月ですけどね。五山川行きましたけど。あれだよね、この、岐阜、あと愛知とか、琵琶湖とか、四国とかね、九州、北海道もそうやけど、全部、ブラックバス。俺が釣ったバスのね、子供たちが、ずっと増えてるわけなんだけど、まあちょっとバスのね、釣りしてる人にいろいろ聞いてみて、ちょっとトークをやっていこうかなって思ってるね。それにしても寒いぞ。水温が下がってしまって、寿司屋もこう寒くないなんだけど、バスがそこについてるんだよ。ついてるバスは、ワンガフっていう、パン食うんだよ。で、そこら辺見て、どこにワンゴクゴンだって勝負なんだ、この時期は。釣りしてるから。釣れますか？お兄さん釣れますか？あれ？偶然じゃないですか？お疲れ様です。お久しぶりです。おじさん姉妹の。はい。片割れの方ですね。おじさん姉妹の代表。代表です。代表。なるほど。怪我人さんが代表じゃなくて。怪我人。あれ怪我人さんどこ行ったの？あ、ちょっと今日はお休みですね。ちょっと寒いということ。まあ普段頑張ってるんですけど。ねえ。ダラダラ、おさわさんもやったらどうですか、ダラダラトーク。ご飯食べながら、ダラダラトーク。今日3杯とかって50杯くっついてきたと。お隣さんがですね。はい、私は食べますけど。でもこれで、1000回、先週かな、釣ってます。はい、何センチぐらい？まあ30ちょっとです。この2月、これ、ここ覚えたんですか？おさんがです。あ、5000回。攻略法をちょっと教えていただいていいですか？そうですね。マイシャの人も聞きたいぐらいなんですけども、たまたまちょっと深いオープンかかってるんですよ。ジャガゴって言って、網に石がいっぱい入ったやつが、いっぱい敷き付けられてるんですよ。で、それ深さもあるので、多分そこにネットバスが溜まったりしてるみたいですね。私も先週とか先週も釣ってますし、さっきもね、その海も今いないですけども、先行者さんが50アップ来た瞬間に釣ってるのでわーっとびっくりしましたね。ちょっとここね、ガーッとこうあって、はい、ここに40アップの場所は何匹ぐらい保まれてますか？この一帯にざっくり言うと釣れる釣れない別として、多分いるの、まあ、4、5匹は多分いると思うんです。あ、そんだけ、はい、でもここの広大なこのあの辺からね、この200m、向こうは立ち禁止なんだ、はい、そのオレンジから、うん、狭い範囲でも多分何匹かは絶対40アップが5匹ぐらい5匹はいると思います。あ、こうあったらポツン、はい、こうあったらポツン、はい、でどっかでドーンと行って待ってる、はい、で、はい、目の前にワームが来たらパック、はい、パクッと。そうなんです。なるほど。さっきも50アップも釣ってましたし、うん、まあ、もちろんイツキじゃなくて回遊の可能性ありますね。この時期も回遊するんですか？可能性ありますね。その深いんだ、そこは。で、そこのところはあ、皆さんよく知って、まあまあしんどいです。根がかりと。ということで、皆さん、この五山川のバスっていうのはね、もう私が釣ったバスの子供たち、それがもう大量に繁殖してしまって、私が30年前に釣ったバスの子供たちがね、今、無尽蔵にいるっていうか、孫ですが、ひ孫、みたいな感じでいますね。で、ここにバスがバーっと。40アップがおさわリーマンさんの意見だと、この界隈だけで5、6匹は40から50がドーンと、まだ3匹ですかね。3匹、はい、最初20ちょっと、うん、あ、4匹だ。20ちょっと、30ちょっとの40ちょっとの、うん、先週が30ちょっとだから4匹ですね、うん、はい、なかなかちょっとサイズが上がりませんけど、ポロポロポロ釣らさせていただいてます。おさわさん、あれ何、おさぼクランクは発売してるんですか、はい、あれ？あ、してないです。しないんですかあれ？あれは本当趣味だけで、お友達に本当に趣味だけで、はい、レベルです。あれやばかったもんな、おさぼクランク。そうですね、11月に。プリプリっていう。はい、目の前で2本パモンって釣れちゃいましたね。いや、3本来たもんね。明日3本釣れたら楽しい、感動できると思います。ただバスって結構ね、喋ると釣れなくなっちゃうんですよ。特にこの五山とか大江はね、世界で一番厳しいビルドって言われてる、はい、だから絶対釣れないんだよ。足音とか人影聞こえたらバスが全部警戒しちゃうから、くっ
ってこないんだよな、こいつらは。だから特に釣り竿を持って喋ってると、ゴさん側の場合は絶対釣れない。なんでかって言ってるとね、なんでかわかる、みんな LINE からこう通して、あの糸電話の方式っていうのを知らない人多すぎんだよね。糸電話ってあの糸の電話で声つながっちゃうんだよ。だから LINE も張ってる状態で喋りながら釣りすると絶対に釣れない、ゴさんではね。怪我しに強いから。で、あそこに今鳥がパッて見えるよね、あそこに。あれ鳥は何をやってるのっていうのは、あれ詐欺だな、あれ。白鷺なんだけど、あれがだから何狙ってるかっていうのは小魚って、まあここでともうベイトだよな。ベイトを今狙ってあそこで詐欺が来てるんだけど、あそこの今詐欺があそこに見えるかな、白いの、あの下にベイトがバーって入ってる。でということは、あの下にワームをドーンって入れてあげると、そのベイトを狙った巨大なバスが必ずいます、あそこは。だからまあちょっとポイントをね、皆さんを前提してもらって、鳥が今歩いてまさに小魚を追い込んで食べようとしてた。でブラックバスっていうのはね、壁に追い込んで捕食するんですよ、基本的に。なんであの角にワームをストーンと入れてあげるだけで簡単に釣れる。まだ大勢、腹減ってきたな。食ってきた、小沢さん。ダメですね。ダメ？釣れるといいけどね。そうなんですよね。今日はもう本当にバイトだけですね。バイト切れてないんで。もうその俺の糸電話理論はどう？糸電話理論。糸電話理論ですか？要するに今こうやってやってるじゃないですか。はいはいはい、ね、このラインがたるんでりゃいいんですよ。はいはい、ああ、なるほど。ただ張ってる状態で、はいはい、今こう会話してると、はい、糸電話で水中にバスが俺らの声が伝わっちゃって、なるほど、釣れなくなるんじゃないかっていう理論。なるほど、間違ってます。でも確かにその糸張りすぎちゃうと、うん、食わなかったっていう人も理論がいっぱいあるじゃないですか、うんうん、なので結構緩め、うん、ダロンダロンはちょっと当てられないですけども、うん、ちょっと緩めたぐらいがそうだよ、ね、やっぱいいとか言って言いますよね、うん、だからあれは俺の糸電話理論が多分、なるほど、糸電話で水中に俺らの声言ってるから、はいはい、バスもあこれ違うと、はいはい、いうことだよね、かもしれないですね。うまかった、焼肉。うまかったっす。もうちょっとまだ残ってますけど。俺ホルモン好きなんだよね。はい、うまいっすよね。やっぱ焼肉だわ。焼肉。やっぱ肉いいっすね。エビもうまい。あれ？何おさまさんこれ？はい。ああ、そうですか。何これ？これ、あれ？そうですね。ステッカーを。ちょっとデザインしていただいたんで、このまあおさぼりーマンっていうステッカーを、まあまだ発注をかけてないんですけども、やばいやん、作る予定です。まあ需要があるかどうかわかりませんけどね。これは、あ、それはサニーブロスのワームですね。あ、ドラッグスティックってやつです。はい、あのやばいやつ、やばいやつです。はい、今世界で一番釣れてるって言われてる。はい、ドラッグスティック、はい、キープキャストで販売ですね。これやばそうだね。はい、また水か、あ、ちょっとこのサタンワーム系の、そうだ、リブが深いですね。リブリブで、はい、これちょっとやばいでしょ今。やばいです。はい、いいっすよ。世界で一番釣れてるって言われてるあのドラッグスティック、はいはい、結構ネコリブで使っていただくと、すごく水かみがいいので、うんうんうん、抵抗が済むんですよ。じゃあちょっと使ってみます。はい、やばいなこれ。ちょっとエビ食べよう。みんなも食べよう。伸びるかなこれ、再生回数多分。あの、2ヶ月寝かしとけば3000回ぐらいいくと思うんだよ。まあそんな気くらい。3000ぐらいかな。10万だな。はい。明日1000ぐらいしかいかないんで。いかないの、はい、これエビがうまいんですよ、今。うまいですね。これ、はい、ありがとう。あ、とんでもないです。それもそのサニーブロン社長からいただいてきましたんで。あ、ありがとう。はい、これ1年前一人で行ったの。はいはいはい。こっそり。そうなんですね。うん。で、いろんなあのここ行ったの、キープキャスト。はい。あ、いろんな有名人がいると思って、はいはいはい、有名人の周り、はい、俺ね、あの、
ストーカーキッスなの知ってますか、ね、僕こっそりだからストーカーキッスなんですよ。だから あの人知ってると思って、はい、そこの周りでずっと目を見ちゃうんです俺。あ、ほんであの複数の有名その釣り関係の人に、はいはいはい、なんだこいつみたいな目で見られてだけども俺はストーカーだから、はい、ジアッとも下から上まで舐めるぐらい見て、あ、なるほどこっそり去年言いましたからね俺。なるほど。潜入しとったわけですね。そうそうそう、あの動画で見た、はい、あのあこの人だこの人だ、はいはいはい、みたいな、それを舐めるように見て、はい、で嫌そうな顔されたあの何お前みたいな、どんだけ見てくるんだっていう俺ね、引かれたわけですね。行こうお忍びで行って、はい、またこっそり、そう、はい、こっそりですよ。やっぱストーカーはね、はい、あの自分の身を隠してこそこそしても最悪、こっそりね、なめるように見に行こう、はい、なるほど、潜入そうだね、潜入しますよ。それじゃあ、はい。